資料館入り口の正面にある看板は創業当時の軒下看板です。看板には田辺屋薬と書かれています。田辺屋の創業は1678年、今から300年以上前になります。軒下看板の左側にある提灯に目を移してください。提灯は江戸時代より商い中に軒下の入り口に広告塔としてぶら下げていました。通路を左手を見渡していただきますと、古めかしい建物が再現されています。これは明治の初め、西暦1870年頃、この場所にありました田辺屋五平商店の店先を原寸で再現したものです。入り口に近いガラス戸の中にある大きな看板が直挙看板です。初代田辺屋五平の時代、田辺屋薬の効能が大変評判となり、宮中の御用を務めたことから、西暦1700年頃、朝廷よりいただいたものです。では次のゾーンへ移りましょう。このゾーンでは当社が保存してきたゆかりの品々と社業の歩みを展示しています。部屋の中央に展示していますのは各事業所の基準手動天秤です。純良薬品という文字と鶴の絵が描かれた看板があります。これは純良薬品日の出鶴の銅の看板で、大正12年西暦1923年の田辺五平商店時代にジアスターゼという胃腸薬を製造販売した時に品質を保証した看板です。壁際に並んでいる古文書の左から2つ目が薬酒仲買仲間人数帳です。薬酒仲買仲間とは、土生町で薬酒を扱うことを幕府から公認されたもので、事実上それ以外では薬酒を取引することはできませんでした。次は今と未来ゾーンです。右手に大きな人体パネルが現れます。これは 3D によるバーチャル解体新書です。窓側に設置したタッチパネル型モニターでは、薬や体の仕組みをクイズやパズルで楽しく学んでいただけます。田辺三菱製薬は医薬品の研究、開発、製造、販売を行っています。このゾーンのメインパネルでは、医薬品の創生と薬をお使いいただく医療現場での取り組みの一端を説明しています。